はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田光です。なんかでも覚えて帰ってください。というわけで、今回ですね、ドレスローザガチャ第1弾ということで、ベラミーが、来たんでね、まあ、引いていこうかなと思うんですけども、まあ、僕ね、基本的に、フェス券と超フェスって、まあ、絶対引くんですよ。まあ、チケット買ったりとか、まあ、ダイヤを散財するかどうかは置いといて、まあ、絶対引くんですよね。で、この工場キャラにおいては、キャラ愛があるキャラしか僕、基本的に引かないんですよ。性能がいいとか悪いとか関係なく。で、ベラミーに関しては僕ないです。正直。全然ないんですよ。まあいいやつやなと思うんですけど、いいやつなのか？まあなんで、で、僕ね、別にいらないんですよ。なんで、この時に、じゃあどうするのか。サブアカを使いましょう。僕ね、思ったんですよ。サブアカは、本アカで引かないキャラを全部引いてったなと思って。まあなんで、今回はサブアカで引いていきたいと思います。それでは、サブアカの方へ、どうぞ。はい、ということでね、早速、サブアカの方で引いていきたいと思います。これ実はね、後取りなんですよ。昨日か、一昨日か、とある、まあ、友人とですね、なんか、この、ベラミを引きたいという友人がいてですね、まあ、その人当てられなかったんで、じゃあ僕が引いてね、80にしてあげるよというところで、まあ、僕が引いたんですよね。はい。で、まあ、今回、まあ、80レベルにはしようかなと思ってまして、まあ、10連、20連と、まあ、ここも全然ダメダメなんですよね。で、ここからですね、ここら辺とかわかんないですけど、まあ、なかなか熱い演出来たんで、これはまあ、まあ、見ていこうかなというところで、見ていくんですけど、早速ね、来ましたね。1体目のベラミーが、これは美味しいですよ。30連目で1体目のベラミーが来るのは、まあ、うまいです。まあ、早速ね、あれですよ、もう、スクショ取ってね、その人に送ろうかなと思って。まあその人はね、当てられなかったんでね。じゃあ代わりに僕が使ってね、動画にしてあげた方がね、いいのかなっていうところで。で、ここら辺だったかな。まだ来るんですよ。ベラミーが。まさかの2枚引きっていう。やばくないですか？神でしょ。本当に。なんか、そんなにね、望んでない時に限ってくるっていうか。で、嬉しいんですけど、普通にね。もうこれで初めて使えるんで、一周で。まあこの間の難民もそうなんですけど、サブアカ結構引きいいんですよね、僕。なんか一周でね、80なってくれるんで、これはマジありがたいですね。で、こうやってポーズですね。まさかの麦わらチームが揃うっていう。やばくないですか、この演出。これはね、ぜひね、あれにしたかったんで、スクショ撮りました。で、ここから、な、見ていくんですけども、やっぱりね、麦わらのチームが揃うときって、そんなになんか、音楽がね、盛り上がるだけで、なんかそんなに、絶対ピックアップが来るみたいな、ノリじゃないと思うんですよ。まあ、これ案の定アタッカーなんですよね。で、来ないんですよね。ほんと意味がわからない、マジで、あれは。なんか、ノリなんでしょうね、運営の。じゃあやっとこうかな、みたいな。で、ヒグマも80レベルになって、まあね、そこすくすくね、僕の、キャラもね、育ってるんですけども。で、最後の10連で、まあ確定でね、まあ、80レベルになってくれるんですけど、なあ、これは運が良かったですね。まあ、すぐに動画にもできますし。まあ、できればね、2週はしたくなかったんで、ベラミーで。まあ、来週もね、またね、第2弾来ると思うんでね。まあ、そっちはね、まあ、ね、キャラがあれば、本赤で引こうかなと思うんですけども、まあ、こういうね、二刀流スタイルでね、今後やっていこうかなと思ってます。まあ、これがね、サブアカを持ちし者のね、こう、器用な立ち回りと言いますか、いいと思うんですよ。初心者アカウントで、まあなんか良さを伝えられたらそれはそれでね。で、ここでしっかり、引いてね、80レベルになるっていう感じで。ああ、これはもう十分神引きですね。本当に。これはありがとうございます。本当にね、悔しがってましたね。マジで。自慢のね、スクショ数送りましたけどね。はい、ということで、戻ってきてですね。まあ僕のベラミーがこちらなんですけども、まあ僕が今サバカで持ってる最強メダルがこれなんで、これでやってます。で、キャラブは10段階と。で、スキルはここでもうマックスなんですよ。僕ね、普段リーグ潜ってないんで、素材がないんですよ。で、どうしても集めたかったんで、シングル、ブワーやりました。今、ダイヤ見ていたらわかるんですけど、さっきね、500個ぐらいやったんですよ。137個増えてるんですよ。これなぜかっていうと、めちゃくちゃやったんですよ。もう最後の最後まで、ここまで突っ走ったんですよ。ブワーつって。で、かき集めて、かき集めて、かき集めして、ここまでなんですよね。もう、それだけ、そんだけ頑張って、もうここまでしか行かなかったんですよ。まあ、なんで、ちょっとこれ、許していただきたいです。で、今回の、まあ、お見せする動画は、何連戦とかじゃなくて、ただただ僕が休憩中に撮った初見リーグプレイを見ていただきたいと思います。ということでね、再生目から、どうぞ。
はい、ということでね、これガチの初見リーグなんですけども、まあ、アーロンパークやったんで、これ、飛べるらしいんでね、飛ぼうかなと思って、まあ、ここに設置して、スプリングホッパーしてるんですけど、なんか飛べなかったんですよね。意味わかんないですね。マジで。普通に恥ずかしかった。まあ、ちょっと、あれでしょうね、段ボールとかあったから、はい。なんかね、どんなにして、こっちにね、どんな顔して、こっち側へ通ってくんねんって感じなんですけど、まあ、仕方ないですよね。失敗したものは仕方ないですよね。で、ここからね、まあ何事もなかったかのようにね、こっち行きます。はい。通常に合わせて、なんか、ガトリングですね。なんか、ルフィみたいですね、本当に。スネークマン、本当に。通常のね、リーチがエグいんで、これはなんか、マジで、ルフィ。なんか、もうちょっとなんか、なんすかね、このバネの良さ出してもいいんじゃないかなって僕は思ったんですけど、いや、まあ出てると思うんですけど、なんか、ルフィすぎひんかなと思ってね、なんかもうちょっとこうベラミだけの良さっていうかね、なんかあってもいいのかなと思って、なんかこう通常が壁に当たったら跳ね返るみたいな、なんかそういう性能もあっても面白いかなと思ったんですよね。こうベラミだけの特権っていうかね、なんかわかんないですけど、まあそんな難しいですけどね、普通に。じゃあそんなんできるんかというと難しいと思うんですよ。でここはね、ガトリングが当たってドーンとね、いいですよね、このスキル。いいですね。でこれしっかり防御上げて体力回復できてってあるんで、本当に、まあ、好調にしては、まあ、ぼちぼち性能いいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、そんな、めちゃくちゃいいってことはないですけど、まあ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 、まあでもこのね、超フェス、まあ、レッドキャラが出た後で、まあ、このキャラを引く人って結構少ないと思うんですよ。まあ、しかも、まあ、ベラミーですし、まあ、そんなにね、キャラ愛が、ある方がたくさんいるとは思えないんで、まあ、いるとは思うんですけど、でここはね、ちょっとお蕎麦我慢してね、もう一回行きます。はい。あそこ飛べるんでね。でもまあ、もう、開いちゃうんで、そんな飛ぶ必要もないのかなと思いながら、どうしようかなって迷いながらね、こう今時間を潰してるわけですよ。で、ここら辺で飛ぼうかなとか、飛ぶ意味もないなとか思いながら。いや、やっぱりね、シャンクスとかロージャーこんだけ多いとね、なんか、ちょっとどうしようもないですよね。もっとこう、逆転のチャンスのあるステージだとよかったかな。ドレスローズとか、まあ、シャボンディショットとかね、こう、なんかこう、意表をつけるステージだったらもっと輝きやすかったかなとか思いながら撮ってましたけど、で、ここはまあもう、おそうマスクに繋いだ方がいいなと思ったんで、突っ込みました。自害しました。で、ここはおそうマスクですね。で、この時点でもう僕と赤犬しかいないんで、これはもう負け確です。これは無理です。ドアガイドもちょっともう、立ち打ちができないんで、まあ、せめてね、裏取りだけは成功させて終わろうかなと思って、こっち向かってますね。はい。といった感じの初見リーグでした。はい。まだ改めてね、もっとスキル玉貯めてね、皆さんにお届けしようかなと思ってます。はい。ということでね、今回はここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。